こんにちは、ふーちゃんです。緊急報告第5弾。みんな大体感づいていた。5月6日終了予定だった緊急事態は5月末まで延長されました。みんな5月6日を目指して頑張ってきたのに、ガクですね。でも仕方ない。あと3週間みんなでステイホーム頑張ろう。大阪では吉村知事が大阪モデルの出口戦略を発表しました。それによると3つの基準。感染経路のわからない新規感染者数10人以下、検査した人の陽性率 7% 以下、重症患者用の病床使用率 60% 以下を7日間連続でクリアした場合、休業要請が解除していくということです。学校の再開はというと5月31日まで休校している。ですが大阪は来週11日から週1、2回の登校日を設けるとのことです。一方で青森県、鳥取県などは5月7日から学校が再開しているようです。では私の勤めている日本語学校はどうなったのか。政府の緊急事態宣言の延長は5月31日まで。だから私の学校の再開も6月1日からということに今のところなっています。しかし大阪モデルで休業要請が解除されたらどうなるのか。そのままか、少し早まるのか、まだわからないんです。それより心配なのは留学生のこと。この前 NHK のクローズアップ現代で留学生のことを取り上げていました。彼らはお金がないんです。アルバイトがなくなっているんです。母国に帰ろうにも帰るお金がないんです。10万円早く彼らにもあげてください。安倍さん、私もまだもらってないです。10万円早くあげてください。早くください。今から検討される第2弾の対策、例えば大学生や大学院生に10万の支給の中に留学生も入れてあげてください。もう一つ、日本の大学や専門学校、日本語学校などを卒業した外国人は資格外活動、アルバイトができる権利がなくなってしまうんです。ですからもうコロナが収束してもアルバイトができないんです。今あるお金を食いつぶしてしまったら国へ帰ることができないんです。飛行機が飛んでも飛行機代がないんです。旅費がないんです。そんな人たちはどうすればいいんですかね。まあいずれにせよ世界は出口戦略に向かっています。日本も5月半ば頃から出口戦略に移行していくと思われます。ということで6月からは正常に戻ると期待しています。それどころか4月、5月の遅れを取り戻すために、いつもは1日5時間授業のところを6月からは1日6時間授業になります。収入は増えるけど体力が、6時間授業体力的に続けられるかな。とにかく早く元気な留学生の顔が見たいです。また状況変化があれば報告しますね。それでは今日はここまでです。さようなら。